6500万年前のあの日以来、地球では鳥を除く全ての恐竜が姿を消しました。そして運よく生き残ったこの恐竜は、哺乳類が定着する前にぽっかりと空いた地球の生態的な隙間を埋めていくようになります。6100万年前頃、南半球ではペンギンの祖先になる個体が海に進出するようになり、ある森では現在のネズミ鳥の祖先である小さな鳥が登場しました。そして肉食恐竜が抜けた穴を素早く埋めていったのはホルスラコスでした。別名テラーバードと呼ばれるホルスラコスは特定の種ではなく、ホルスラコス科に属する肉食性の鳥の総称で、少なくとも20種を超え、小さいものは背丈が1メートルに過ぎない個体からなんと2から3メートルに達するケレンケンのような巨大なホルスラコスもいました。彼らは体重が100キロをはるかに超え、現在最大の鳥であるダチョウを圧倒し、エレファントバードに匹敵する体つきを誇っていました。特に先の尖ったくちばしで武装した頭は幅が31センチ、長さはなんと71センチで、今まで存在した鳥の中で一番大きかったのです。大きなくちばしを持つことで知られるハシビロコウの頭部の長さが約30センチであることと比べると、本当にすごい大きさですよね。おそらく森でこんな個体に出くわしたら恐怖でしかなかったことでしょう。ところでこの写真から一つおかしな点がわかると思います。それはこの個体、たまにメディアでホルスラコス科の一つとして登場するガストルニスは、実はホルスラコスではありません。彼らはホルスラコスと生存していた時期が重なり、背丈が2メートルに達するほど高く、ホルスラコスと勘違いされることが多いですが、南米ではなく北米とユーラシア大陸に生息し、ホルスラコスとは違って草食性の鳥類でした。19世紀半ば、彼らの化石が初めて発見された時はあまりに大きかったため、当然原始的な馬のような哺乳類を捕食していたのだろうと思われていました。もちろん当時一部の古生物学者はガストルニスのくちばしの先が肉食性の鳥のように尖っていないという事実を根拠に草食性の鳥だと主張したりもしました。ところが1991年、アメリカの古生物学者だったローレンス・ウィットマーは、彼らの噛む力を測定した結果、470ニュートンから700ニュートンで狼より強いということを明らかにし、当時彼は彼らの強いくちばしが動物の死体をかじり、骨を砕いて骨髄を食べるのに役立ったとし、彼らが肉食性の死体の掃除屋だったと主張したのです。しかし2009年、ウェスタンワシントン大学の古生物学者だったジョージ・マストウ博士は、ワシントン州の北西部にある化石の産地でガストルニスの足跡の化石を発見したのですが、驚くべきことにこの化石からは鋭い鍵状の爪痕が見つからなかったのです。彼はこれがガストルニスが草食性の鳥だった証拠であり、彼らの硬いくちばしは硬い果物やナッツ類を潰して食べるのに使われたと主張しました。そして2013年と2014年に彼らの骨のカルシウムの同位元素を分析した研究が発表されたのですが、カルシウムの含有量が肉食動物よりも草食恐竜や草食哺乳類に近いという結果が出て、現在ガストルニスは草食性の鳥だったと考えられています。つまり過去に描写された絵のように、彼らは馬を捕食したホルスラコスではなかったということです。そして何よりガストルニスはカモ目に属していて、カモと非常に近い関係を持ち、系統的にもホルスラコスとは全く異なるものでした。それではホルスラコスは現在のどの鳥に近かったのでしょうか。ヒクイドリ、ダチョウ、それともハシビロコウ。意外にも彼らはあまり聞き慣れないノガンモドキ目に属しています。現存するノガンモドキ目に属する鳥はたった2種で、ホルスラコスの数少ない生き残った親戚です。過去の生態系での最上位捕食者の子孫がこんな個体だなんて、進化って本当に不思議ですよね。さてまた本題に戻ると、南アメリカ大陸の最上位捕食者だった彼らはどうやって獲物を狩ったのでしょうか。ホルスラコスは飛べませんが、時速48キロの速度でとても速く走ることができ、大きな足と重い体、そして鋭い爪を利用して獲物を制圧することができました。そして何より強力なくちばしは彼らを卓越した攻撃道具だったのです。一つ興味深いのは、彼らの噛む力は700ニュートンに達するほど強かったのですが、ライオンやトラのように噛みちぎって狩りはしなかったということです。2010年、アルゼンチン国家科学技術研究委員会の古生物学者であるフェデリコ・デグレンジ博士は、ホルスラコスに属するアンダルガロルニスの頭蓋骨を分析した結果、獲物を加えて左右に振るときはこのように頭蓋骨に加わる衝撃が非常に大きくなるという事実を明らかにしました。一方、上から下に振り下ろすときは頭蓋骨に加わる衝撃がほとんどないという事実を発見したのです。
これはフォルスラコスが獲物を狩るとき攻撃的に噛みちぎり、噛んだまま振り回すというよりは強くつつき少し後退してまた振り下ろすというやり方で獲物を制圧したという事実を物語っています。そしてよく知られていることとは違い、フォルスラコスは南米だけに生息していたわけでもありませんでした。一部の種は他の場所に移住したりもしましたが、そのうちの一つがアフリカのアルジェリアで発見されたラボカタビスアフリカナという個体です。彼らは約5000万年前に生息したフォルスラコスです。ただよくよく考えてみると、彼らは飛べないのにどうやって大西洋を渡ってここまで来たのだろうという疑問が湧いてきます。これについて2011年、フランスの古代鳥類専門家であるマウラー・ショビレ博士は、今は海に沈んでいるが新生代初期には巨大な島だったリオグランデ海防とボルビス海嶺を通して彼らはアフリカに渡っていった可能性が高いということを明らかにしました。ところが南アメリカを離れたフォルスラコスの中で最もよく知られている個体はティタニスです。彼らはパナマ地峡が形成されていなかった約500万年前、小さな島々が続く海を渡り現在のフロリダ地域まで進出し、そこで300万年の間繁栄をしていました。しかし残念なことに、今から200万年前、ティタニスと共に南アメリカに生息していた巨大なフォルスラコスは地球から永遠に姿を消してしまい、重さが5から8キロに過ぎないプシロプテルスのような小さなフォルスラコスだけが生き残り、なんとかその命脈を保っているのです。では何がこんなに強力だった最上位捕食者を滅亡に追い込んだのでしょうか。過去には北アメリカから南アメリカ大陸に進出したスミロドンやオオカミ、そしてクマなどの捕食者との競争がフォルスラコスが絶滅した原因として名指しされたりしました。しかし最近ではティタニスが北アメリカで300万年間肉食哺乳類との競争で引けを取らずに生存してきたことから推察すると、哺乳類がフォルスラコスの絶滅に及ぼした影響はそれほど大きくなかっただろうという主張が増えています。そのため一部では当時地球に訪れた氷河期、そしてそれに伴う生息環境や獲物の変化などが絶滅の原因として指摘されていますが、まだ明確な定説が出たわけではないのでもう少し見守る必要があります。このように新生代全般にわたって南アメリカ大陸を圧倒した鳥は忽然と姿を消し、現在は2種の子孫だけを残し、彼らのわずかな痕跡だけを残しているのです。科学は世界を見る窓。以上、サイエンスドリームでした。ご視聴ありがとうございました。